こんにちは、キラです。えー、今回はあ2024年6月の資産公開をやっていきたいと思います。でここに書いてある通り、6月末時点でですね、3072万円ということで、3000万円を突破することができました。なお、毎月売買をしておりますけれども、その何を買ったがいつ買ったかというのは、ノートのメンバーシップで随時公開をしております。興味がある方は概要欄にリンクを貼っておきますので、ぜひそちらから遊びに来ていただけると嬉しいです。 はい、それでは早速始めていこうと思います。参考になりましたら、ぜひチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いいたします。なお、投資は自己責任、自己判断でお願いいたします。それでは始めていきましょう。はい、これがですね、6月末時点での私のアセットアロケーションです。株式が2663万円、そして債券が200万円。 ゴールド79万円暗号資産75万円そして現金50万円ということで今現在株式が全体の86.7%そして債券が6.6%ゴールドが2.6%暗号資産が2.4%そして現金が1.6%、まあ、このようなアセットアロケーションになっております今ですね、まあ、資産形成中ということもあって株式が大半を占めているというようなアセットアロケーションにしております はい。これがですね、各損益になっているんですけれども、やはり株式が80%以上占めているというところで、私のポートフォリオの利益をですね、引っ張ってくれています。945万円というところで、まあ、約全体でですね、1000万円ぐらいの含み益があるんですけれども、まあ、それを引っ張ってくれているのがこの株式になります。 なので冒頭に資産3000万円というふうにお伝えをしましたが、まあ、その中でも約1000万円が含み益というところで原本が約2000万円、まあ、このような内訳になっておりますはいこれがですね、えー、そのポートフォリオの中身ですけれども、まあ、先月と大きく見栄えは変わっていないです、まあ、長期投資でコツコツとしておりますので、えー、全ての銘柄がですね含み益ということになっております こちらも同じですね、えー。ジュニアニーサでずっと昔からコツコツやっているものですので、まあ、こちらも全て含み木ということになっています。で、このジュニアニーサの中に入っているこの資産というものは、まあ、将来の子供たちの、まあ、学費ということを予定しています。まあ、ただ、幸いにもですね、2025年、 からですね。えー、っと大学の無償化というのが始まりますので、まあ、それを踏まえるとまあ、これをね。全部学費として使うことはないかなというふうに思っていますが、まあ、精度がね。いつ急にからっと変わるかも分かりませんので、まあ、念のため、このジュニア n i s の講座は学費としてずっと残しておこうと思います。はい、こちらがですね。債券とゴールドです。債券も少しずつですね。やっと上昇してきましたので、大半が含み益ということになっています。 でゴールドは相変わらずもう順調ですね。ということで全ての銘柄が含み益ということになっています。はいこれがですね、直近1年間の資産の推移になっています。え2023年の7月から2024年の6月までをこの表に表しておりますが、まず冒頭お伝えした通り、資産が3000万円を突破して、含み益というまま約1000万円ということになっています。 1>, で1年前と比べると1800万円の評価期でしたのでこの1年間で約1200万円、えー、資産が増えたということになりますこれだけ順調に資産が増えているのは嬉しい限りではございますが今後も、ね、どうなるかわからないので少しずつです、ね、コツコツと資産形成を続けていく限りですはいこちらがです、ね、グラフで見た資産の推移になっています 記録をつけ始めたのは2021年の8月ですので、その時の688万円というところから24年の6月ですね、まあ、ざっくり約3年弱ということになりますが、まあ、それで3000万円まで増えてきたというところで、まあ、やっとここまで来たかなという感じです。で今後の予定といたしましては、 ま変わらずですね、コツコツと積み立て投資、またスポット買いというものは続けていって、この2024年の末ぐらいには3600万円ぐらいになっているんじゃないかなというふうに想像しています。まこの秋口にはですね、少し現金がたまりますので、本当に投資用ではなくて、予備として別で持っていた現金をまこの投資用にちょっと移そうかなと思っています。 そして来年2025年の末にはですね4400万そして26年の時には5200万円というところで、まあ、2026年がまあ最速でのセミリタイアの年かなというふうに思っています、まあ、どんなに遅くてもですね2031年の1億円到達の時にはしたいと思っていますが、まあ、基本的にはもう5000万円を突破して、まあ、生活が落ち着いて あこれはですね、えー、仕事を辞めてもある程度生活が成り立つなというふうに思ったらもう5000万円到達した時点でですね切り替えセミリタイに切り替えをしていこうというふうに思っております。はいということで,ですねここ最近何をしているかということですが今、中古の一戸建ての購入に向けてもう行動中です。 えこの2024年はちょっと投稿がですね大体もう月に1回ぐらいになってしまっているんですがまあその大きな理由の一つがこの家探しですね、まあ、このなんで今中古一戸建てを買おうとしているかっていうと大きく3つの理由がございましてまず1つはまあセミリタイヤを視野に向けて中古一戸建てを買おうと思っています、まあ、最速で先ほどお伝えした通り、り23年後にですねもうセミリタイヤの時期になってきていますで会社員であるうちに まあ、ローンをね、借りておくことで、まあ、金利を低く設定することができますので、まあ、この会社員の恩恵というものは、もう今のうちにね、やっておこうと思っています。でネット銀行であれば、金利は0.3%ですし、地銀によってはですね、えー、0.3%の代、0.4%代というところもありますので、まあ、このあたりをですね、今のうちにうまく使っていきたいなと思っています。でまた二つ目、えー、子供が、ね、中高生になります。 今あの5人家族でマンション住まいですけれども,もう5人家族でマンションとかアパートっていうのはちょっとね非現実的です。一人一つの部屋というものは難しくてもやはり1部屋あたりの広さは大きくしていかないとちょっとですねもう人の体が入らないっていう感じですかね。 もう6畳とかありますけどあの人が3人寝るともう布団だけで埋まってしまいますので、まあ、そういうことを考えるとちょっとね家の規模自体は大きくしないといけないなと思っていて1戸建てでは最後にじゃあ何で中古なのかということですが、まあ、このね同居人数というものがも数年で変化する可能性があります子どもがですねもし18歳で家を出るというふうに考えた場合 先ほどお伝えた通り子供も中高生ですね。もう5年以内に今この5人で一緒に住んでいるわけですがこの同居人数がもう5年以内にねサクッと変わってしまう可能性がありますなのでそれを踏まえると、まあ、売却時に損が出ないとかまたは利益を得るためにはもう中古一戸建ての一択かなと思っていますもう少し家をね考えた方はご存知かと思いますが まあ建物価格、家の価格というものは、もし新築で建てた場合、だいたい20年から25年でもうその価値が、ね、なくなってしまいます。つまり建物価格が2000万円だとしたら、年々それが減っていって、20年、25年後ぐらいにはですね、それがゼロ円になってしまいます。つまり、もう贅沢品みたいな感じですね。まあ、ただ、新居によるうこう夢の、ね、マイホームっていうのもあるかと思いますが、 まあ我が家はですね、そういうアイディアが今のところないので、住めればいいということを考えると、できる限り安く抑えたいと。であれば、その建物価格がゼロになった築25年以降ですね、築30年とか40年ぐらいの家を中古一戸建てでサクッと買ってしまった方が、その価格というものはほぼイコール土地値ですので、売った時に土地値相当でまた売ることができれば、 ま損をしないい場合にによっては利益が出るという感じななりますなのでそれを考えるともうねえ子どもが中高生になって下手したらね5年以内に人が変わってしまうということを考えるとま新築ということはちょっとね我が家にとってはないかなということです、まあ、これを2024年の頭からですねずっと探してきてまもうちょっとで落ち着きそうですのでま今ねこの中古一戸建てに向けてえー 今、行動中ということです。まあ、これも落ち着きましたらですね、まあ、ぜひ動画にして経験と知識というものをシェアしたいなというふうに思っています。はい、ということで、これはですね、毎月のことですけれども、各アセットの役割です。で今、資産形成中ですけれども、なので株式がメインになっています。 ただ、先ほど最短で2026年ということで、2、3年後にはですね、もうセミリタイヤをするということを考えると、2、3年後にはですね、株式の割合を少し減らしていきたいなというふうに思っています。セミリタイヤですので、完全にね、仕事をしなくなるわけではないので、株式が過半数を占めていいと思うんですけれども、それでも会社員とかサラリーマンっていう定期的なですね、この高い収入というものはなくなるので、それを考えると、 債券の方に少しし割合を増やてていって株式と債券の配当金というものを生活の一部にしながらもえっと基本的には株式によって資産を拡大するそして何かのねえっと危機という時には債券がそのリスクヘッジを担ってくれるということをやっていきたいなというふうに思っております。 はい。ということでですね、えー、先月2024年5月の資産公開は2880万円でしたので、5月と比較すると6月は192万円ということで、非常に大きく増えた1ヶ月になりました。 ちょっとね、2024年はかなり順調すぎますので、まあ、いくつかね、今後調整が入って、一時マイナスなところもあるかと思いますが、2024年全体としてはプラスで落ち着くんじゃないかなというふうに想像しています。はい、ということで、今月もご覧いただきありがとうございました。えっ、ー、と、今後もですね、この資産公開動画だけは続けていこうと思いますので、ぜひ今後ともご覧いただけると嬉しいです。 それでは最後いつも通り、資産のですね、えー、証券会社のスクリーンショットを載せておきますので、ご興味がある方はご覧ください。それでは今月もご視聴いただいてありがとうございました。良い一日を。